クマート。今回ご依頼いただきましたのは S&T 海外製電動ガン96式軽機関銃です。故障状況はバッテリーを接続しても動作しないとのご依頼。本体を分解し調査した結果、モーターの破損により動作できなくなったものと思われます。またチャンバーユニットで BB 弾の弾詰まり、メカボックス内部パーツの破損がございました。今回はオーバーホール作業とともに破損部品をカスタムパーツへ交換、また海外製品のためメカボックス内部にセッティング不良がございましたので、合わせて修理カスタムにて対応いたしました。本体分解故障原因の調査を行います。BB 弾が詰まっています。チャンバーユニット分解、詰まった BB 弾を取り出します。チャンバーパッキンゴムが劣化しており交換が必要です。スイッチの導通検査、本体に配線を接続し電圧をかけてモーターが動作できるかを検査します。結果、リミットスイッチの導通に異常はありませんでした。電圧をかけてもモーターが動作しないことからモーターの破損と判断しました。メインスプリングは変形し自由調が長くなっています。交換が必要です。ピストンラックが破損しており交換が必要です。シリンダーとピストンヘッドの気密が全く取れていません。ピストンヘッドも交換が必要です。ギアにはグリスが塗られていません。また位置高さ調整も適切ではありません。メカボックス内部オーバーホール作業を行います。破損しているモーターを国産モーターへ交換します。ギア3点を円滑にドライブできるようギアシム調整を行います。レベルギア1出し、モーターノイズ調整を行います。破損しているピストンをカスタム品へ交換します。気密の取れないピストンヘッドをカスタム品へ交換。 AOE アジャスターを装着します。ネジロックで接着固定します。ピストンユニット完成です。ピストン破損対策、ドライブ時の負荷軽減、立ち上がり動作の改善のため AOE 調整後、セクターギアピックアップ角度を確認を行います。ピストンを水平方向にドライブ、負荷を逃がす状態になりました。メインスプリング交換、再組み立て、グリスアップ、オイル注意を行います。メカユニット完成です。インナーバレル清掃、劣化しているチャンバーパッキンをカスタム品へ交換します。ホップ突起は丸い形状を使用します。チャンバーユニット完成です。ボディを組み上げていきます。最終動作確認、約30メートルの距離での弾道検査、ホップアップ調整、初速計測チェックの後、お客様へご返却となります。
車では国内製、海外製電動ガンの修理、メンテナンス、カスタムが可能です。ご依頼の際にお気軽にお問い合わせください。